はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。マスターデュエルにですね、神アップデが入りまして、マスターデュエル運営は本当に神ですね。今回はちょっとこのバージョンアップデートのお知らせについてちょっと皆さんに情報を共有していこうと思うんですが、ちょっと細かくね、どんな情報が来たのかっていうのをちょっと見ていくんですが、どんな風に変わったのかっていうのもちょっと話していきます。バージョンアップデートが、本日の11月の9日の、11時に入りまして、一応必須化は11日ってことなんで、まあ、11日までには必ずやっていただきたいと。僕はちょっとSteamでやってるんで、もう今日から即座にアップデート適用されてるんですけども、iOS 版とか Google ももう来たのかな、ちょっとわかんないですけど、自分が使ってるあの端末によってね、アップデートは来たか来てないかちょっと変わるんですが、まあ、11日には必ず全員アップデートしろという話ですね。はい。で、バージョンが異なるアカウント同士ではちょっとルームマッチできなかったりするんで、ぜひね、早めのアップデートをお勧めします。今回のアップデートはね、しない選択肢はないです。神なんで。で、主な更新内容なんですけれども、まあ、死ぬほどあるんですよ。こんなにあって、めちゃくちゃアップデート量なんですけども、どうしたマスターデュエル運営、仕事しすぎでは。今回のアップデート内容、まずデュエルに関する更新内容について、デュエルのモードにチーム戦を追加しますと。これちょっとね、まだメンテナンス後の、詳細発表になるらしいんで、どんな内容なのかちょっとまだ見れないんですけども、まあ、非公式の方では結構そのチーム戦が開催されていたり、マスターデュエルね、開催されていたり、あと僕も結構毎週末、マスターデュエルの大会を開いてるんですが、こちらもね、チーム戦結構ね、重要あるんですよ。なので、まあ、できればね、勝敗の管理とか、対戦順とかをゲーム内でできるようになれば一番いいかなと思うんですが、ちょっとこれはまだわかんないですね。これは11日の、詳細をちょっと期待して、待とうみたいな感じになりますね。で、デュエル中のカード発動演出の追加っていうことで、これね、ちょっと全部僕確認してないんですけれども、デコードトーカーヒートソウルとか、それから、あと、カオスエクシーズ、ネフィルアサイラム、ヘッドライト、カオスライトか、カオスライトとかにはね、演出が追加されているらしい。いや、これは神ゲーですね。はい。まあ、なんか全部で9種類ぐらい、追加されているらしくて、まあ、これは詳しく知りたい方はね、ちょっとディスコードかなんかから見ていただければなと思うんですが、まあ、新パックのカードとかにも追加されるやらないやらっていう噂がね、流れてました。はい。で、スタンバイフェーズ時、エンドフェーズ時の効果発動順選択ということで、戦闘機使い歓喜。雫とかのエンドフェーズに発動する効果の発動順が今まで選べなくて、なんか OCG と同じような、そのなんか動きができなかったっていうのは多分戦闘機使いの中では有名だと思うんですけど、あれが発動順選べるようになりましたということで、これはまあ OCG と同じような、まあ、処理ができるようになるっていうことですね。ゲーム設定のデュエルタブの発動順の設定をするに、設定することによって選択できるようになるから、これも忘れないようにね、やってない人はやっていただくという感じですね。それから、一部のカードでカード効果を発動できる場合、どの効果を発動できるかを強調表示ってなってるんですけども、これね、めちゃくちゃわかりやすくなってた。ちょっと試してみたんですけど、一部の効果が誘発効果発動できる際、青くなるんですよ、なんか表示が。テキストの表示が。だから今、この効果を、このカードは、発動できますが、どうしますかっていうのが聞かれるんですよね。これめっちゃ便利。今まではね、結構ね、これ、効果発動しますかって聞かれてるけど、これどの効果だっけってなることあったじゃないですか。あれが、テキストでめちゃくちゃわかりやすく表示してくれるので、あ、今この効果なんだな。あ、じゃあ発動するしないか選べます。めちゃくちゃ便利。はい。と、合わせて、一部のカードで、カード効果を発動した場合に、どの効果が発動したかを強調表示っていうことで、カードの効果を、どれ発動するかをね、白くね、表示できるようになってます。発動したくない、発動したくないというか、発動しない効果はブラックアウトされるようになっていて、今自分がどの効果を発動するのかっていう、はい。どの効果発動しているのかっていうのが分かりやすくなってるから、その、まあ、相手の効果も自分の効果も、どっちもね、この白く表示されるんですけど、これめっちゃ便利。なんか自分がさ、デュエルしてて、相手が、例えばその、運命の旅路を発動したときに、これ、グリフォンライダーを持ってくる効果なのか、なんか、ドラコバック持ってくる効果なのか、これどっちだっけってなった時ありません？なんか僕結構ね、目離してて、なんかあれこれどっちだってなることたまにあるんですよね。うららを投げるタイミングで、そのドラコバックに投げるのか、それとも、なんかそのグリフォンライダー投げるのか、これ今どっちだっけってなることがあったので、これね、こういうのがわかりやすくなるから、なんかめっちゃ便利だな、というふうに思いました。やってみて。
はい、これも神アップでですね。それからデュエル中のカード詳細画面に、関連カードの表示ボタン、これね、これ何が便利かっていうと、その今まではなんかその例えば楽園融合から出せるアルビオンとかっていやどんな効果かなみたいな、どんな効果しだっけなみたいな時にそのいちいちね、マスターディールは一回置いといて、なんか自分のスマホとかPC とかで横でブラウザー開いてアルビオンのテキストみたいな感じでちょっと検索してたんですよ今までは。これがデュエル中マスターデュエルの中だけで完結できるようになりました。例えば楽園融合っていうところの関連、カードのボタンを押せばアルベルあんのかな、ちょっとアルバスの楽園とかあとアルビオンとかは多分出てくるようになってるんじゃないかなと思うんだけど、なんかそういうね要は関連してるカードのテキストを調べたいときにこの関連カードボタンめちゃくちゃ便利なんで、これも神アップでですね。それからルームマッチに関する更新内容、これがねめちゃくちゃ便利。ルーム内でデッキを編集できるように変更。どういうことかっていうと、今まではねルームからこれなかったんですよ、このボタン。このボタン爆誕してまして、はい、こんな感じでルームに入っていながらにしてこれ普通できるようにしておくべきだったんですけども、なんかできなくて今までは、これができるようになりました、やっと。めちゃくちゃありがてえ。結構ね僕ルーム戦やるんでね、この機能めっちゃ神なんですよね。まあ、これはな神アプリというか、まあ、正直その元からやっとくみたいな話だったんですけど、あとそれから一応ねエントリーした状態でデッキ確認がねできるようになっていて、今までねこのねエントリーするとこれ見れなかったんですよ。今何のデッキが自分設定してるか分かんなかったんですけども、これが一応分かるようになってるんで、これもなんか神アップデっていうか、まあ、当然のアップデートみたいな感じなんですけども、はい、まあ割とかゆいところに手が届くようになりました。それからまあルーム情報にルーム期限が表示されるようになりましたっていうので、まあ解散になるのがいつかっていうね、なんかそのデュエル しようと思って入ったらあとなんか5秒で解散されますみたいなあんまないけどそういう時に分かりやすくなったっていう感じですね。それからソロモードに関する更新内容なんですけれども、デュエル中のね画面の左上の歯車マークから開けるゲーム設定にリトライが追加されるということで、これ何が起きてるかっていうと、そのねソロモードってやったことがある方だったら分かると思うんですけど、なんかレンタルデッキがクソ雑魚すぎてなんか CPU に勝てないとかなんかいう事態が起きたりするじゃないですか。まあ、これが非常にコナミ感が満載の仕様があってね、僕はいいかなと思ってるんですけど、これ初手に迫らがね高速でできるようになりますんで、まあ、ソロモードの周回が結構しやすくなったっていうことと、それからデッキを調整してるときにソロモードを使ってる人結構いると思うんですよ。僕もちなみに展開を自分で練習したりとかするときに、まあこのソロモードを活用するんですけど、まあ初手こんな感じだったらこんなところまで行くなって言って、でその後にもう一回またリトライを押すとまたすぐにデュエルができるんで、なんか練習の効率がめちゃくちゃ上がります。はい、これもね、まあデッキ調整をソロモードでやる人にとってはめちゃくちゃ便利なアップデートになってますね。でデュエルが終了した後もなんですけども、デュエル終了後チャプター画面に戻らずに、リトライができるように変更っていうことで、これもね、さっき言ったように、練習する人のために、まあ、非常に、まあ、便利な機能になっているかなというふうに思いますね。それからプラクティスチャプターで表示される画面中央のアナウンスをタップで送れるように変更っていうことで、まあ、プラクティスそんなにそのなんか何回もやることはないと思うけど、まあ、マウスの場合はクリックとかコントローラーの場合は決定キーとかで次に送れるようになるし、スマホではタップで送れるようにもなるということですね。それから一番便利だなって思ったのが今回のアップデートで、デッキ編集に関する更新内容で、遊戯王 OCG カードデータベースとのデッキレシピの連携ができるようになりましたと。ね、今まではね、なんでか知んないけどこのゲームなんかそのニューロンとかデータベースと連携することができなくて、何のためにコナミ ID と連携してるのかなってずっと思ってたんですけども、これがやっとできるようになったと。これずっと言ってたんですよね、できるようにしてくれって。いや、やっと来たわ。これね、どういうことかっていうと、これデッキレシピの編集画面なんですけど、右上の方にですねカードデータベースっていうところがあって、ここを押すと自分が OCG カードデータベースで、作ったデッキのレシピが一覧で出るようになっています。これね、めちゃくちゃ便利で、今まで僕動画公開して、概要欄にね、デッキレシピを貼ってたんですけど、これをね、引き出すことがすぐできるようになってるんですよ。今までは結構ね、これ検索結構大変だったんですけども、一発で、これ自分で作ったらいけるんですけど、これ見て、で、これデッキコピーってやって、で、こうすると、もう、OCG データベースに登録されてるデッキが、このマスターディールの方に、コピー可能であると。
これめちゃくちゃ便利だったんですよね。これが欲しくてずっと僕は動画であのニューロンと連携してくれてずっと言ってたんですけども、これができるようになったのはめちゃくちゃでかい本当に。ちなみにデッキを削除するのも相当簡単になっていまして、あの複数選択できるんですよね。これゴミ箱ボタンを押すとあのポチポチがいっぱい出てくるんで、まあ、これとじゃあこれ消したいよっていう時はこの2個選択して選択デッキを削除するっていう、はい、めちゃくちゃ便利。それからねアップロードしたい場合ですね、アップロードしたい場合、例えばうーんじゃあこのパッチワークラクインディスペアデッキみたいなやつを、アップロードしたい場合はとりあえず、デッキ確認コピーっていうところに行って、ここから、ね、エクスポートっていうのがあるんですよ。でここのエクスポート選んでもらうと OCG カードデータベースのマイデッキでデッキレシピをエクスポートしますと。これができるからあのね一発で、なんだろうな、あのデッキ提出とかも簡単になると思うし、大会とかでとか、あと僕みたいに動画投稿してる人はあの動画の概要欄に貼るデッキレシピをね、いちいち今まではねこれねカメラで撮ってたんですよ。俺カメラで撮ってデッキをもう一回人のニューロンで登録して、で URL を作ってから概要欄に貼るっていうなんかクソみたいな作業やってたんですけども、これが一発でデッキだったらマジ神でしかない本当に。これめちゃくちゃ便利。あとデッキ編集画面からショップへ移動した場合には、戻る際はホーム画面ではなくデッキ編集画面に戻るように変更ということで、まあこのかゆいところにね非常に手が届くような、まあ、更新内容になっております。続いて、ショップに関する更新内容、まあこれはね、まあ、そこまで大きくはないかなと思うんだけど、分かりやすくなったって感じですね。これ最新弾の、ボックスなんですけど、パック収録カードっていうところを押すと今までねあのボックス内のカードが全部表示されていたと思うんですが、この全カードっていうところを、チェック新規実装カードっていうのにすると、これブラックアウトしたのは再録、ブラックアウトしたのは再録のカードで、で新規カードがこれですよみたいな感じにめちゃくちゃ分かりやすくなりました。はい、今まであったカードと新規カードが、まあ、分けてね表示されるようになったので、まあ、どれが新しいカードなのかっていうのをチェックしやすくなったってことですね。これは新パックを解説するときにめちゃくちゃ使いそう。なんか配信者に優しいですねコナミは。それから商品画面をスライドして次の商品を表示できるように変更っていうのは、これどういうことかっていうと、あとこの新しいねあのセレクションパックなんですけど、これをなんかその右側にポチッとボタンを押すとあの次のセレクションパックにこう移動したり、マスターパックに移動したり、このボタンが追加されたらしい。で最後に不具合修正っていうことで、ダイノルフィアの関連カードボタンが押せなかったっていうのと、ソロタのこれとか、あとカードの分解生成を行った際に所持枚数が更新されないとか、あと勇者トークンのトークン名が記載されたモンスターに勇者トークンが含まれちゃうよっていう、もうあのそういうね不具合があったんですけども、これが修正されるよと。あとそれからなんか飛剣竜ミラジェイドのエンドフェーズ中に使用する、効果がなんかうんぬんかんぬんみたいなね、そういうのも、全部ね、修正されるようになりましたということですね。はい、いやー本当にこのアップデート内容神でしたね。まあ、特に個人的にまあ、一番神だなって思ったのは、その何の効果が発動できるようになったか強調表示してくれたっていうのと、関連カードの追加で、まあそのゲーム中にこの効果で持ってこられるカードどれだっけなみたいなのをテキストが見れるようになったっていうことと、ルーム内のデッキ編集、まあ、僕結構ルームあの対戦やるんでねとか、それからまあデッキ編集、これがね動画投稿者にとってはマジ神なんでね、はい、以上です。まあ総じて言えることは、マスターデュエル運営っていうのはね、本当に多分自分たちのゲームを愛して自分たちのゲームをプレイしてくださっていると思う。はい、マジで神、マスターデュエル運営さん、いつも本当にお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。今後も鬼ほど課金させていただきます。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。